皆さんこんばんは。こんばんは。本日は東京タワーにご来島いただきましてありがとうございます。ただいまから東京タワー TV サンデーが始まります。本日の MC を務めます榎本さゆりです。よろしくお願いします。さあ、まあちょっと私が何か話していてもね、頭の上のかぼちゃだとかほっぺが少し気になるという方もいらっしゃるかと思いますが、東京タワーではただいま東京上空なりきりハロウィンが好評開催でちょっと気になるお方が出てきましたね。どうもハロウィン太郎です。よろしくお願いします。ハロウィン太郎さん、はい、ちょっとかぼちゃになってますけれども、ハロウィン太郎さんは何をされているんですか？なりきりハロウィンをしています。はい、そうです。このライブが終わりましたら裏手でハロウィンができます。いろんな仮装が揃っております。ぜひみんな来てください。はい、実はね、私もこれ借りてきちゃいました。ハロウィンのね、あのステッカー配ってます。ボディシールなんですけど、ぜひ貼ってみてください。いっぱい配ってますんで。私がどうもハロウィン太郎でした。はい、ハロウィン太郎さんありがとうございます。そしてもう一方。皆さんこんばんは。東京タワー楽しんでますでしょうか？私たちハロウィン&東京といいまして、この今持っているかぼちゃのゴミ袋を配布しておりまして、かぼちゃのゴミ袋で世界一クリーンなハロウィンという形でやっております。でこのゴミ袋の方にゴミを入れていくと、こういう形でどんどん大きくなっていきますので、これが街中に片付けた後出てくる形になりますので、片付けている最中と片付けた後も楽しめる袋をお配りしております。でこの袋なんですけれども、来週の10月30日31日のところで新宿、渋谷、秋葉原、六本木という場所でこの袋を配っております。また朝からこちら、ゴミ袋を配りまして、一緒に、皆さんと一緒に、ゴミを拾って、世界一クリーンなハロウィンにしていきましょうという形でやっております。また、私たち&東京といいまして、東京の活動の一つとしてやらせていただいております。詳細につきましてはホームページなどでご覧いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。かぼちゃ畑になるんです、ハロウィンの朝が。はい、ね、でも、はい、楽しみです。お二人ともありがとうございました。ハロウィン太郎さん、はい、もう一つ、はい、本日なんですけど、ちょっと限定で今座ってる方、はい、お客様限定で座ってる方に20袋ぐらいありますので、はい、そちらをお配りいたしますので、ぜひお持ち帰りいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、今からね、ちょっと座ってるお客様配られますので、はい、ぜひ皆さん地球に優しく春に楽しんでいただきたいと思います。お二人ありがとうございました。ね、ハロウィン太郎さんにまた会いたい方はこの後裏側に行きますと、また会ってなりきり仮装もできますので、やってみてください。さて、東京タワーハロウィン以外にも楽しいイベントございます。東京タワーは満月の夜限定イベントとして、毎月1回満月の明かりを引き立てるためにタワーの上の部分を消灯し、下の部分をピンク色に輝かせるライトアップ、満月ダイヤモンドベールを点灯しています。また満月の夜限定で高さ 150m の大展望台1階の窓側と展望カフェカフェラトゥールの5カフェラトゥールに合計100個のキャンドルも飾られます。満月ダイヤモンドベールを点灯し、満月をより一層引き立てるとともに、大展望台の中ではキャンドル、夜景、そして満月の光で癒し空間を演出しています。今回はあさって10月27日に開催されますので、満月の夜は東京タワーの大展望台で究極の癒し空間を体験してください。それではお待たせいたしました。この後は大善寺文子さんとゆかさんのライブをお送りします。まずは大善寺文子さんをご紹介します。大善寺文子さんは2015年12ヶ月連続音楽配信を行っており、現在は第10弾目のタイトル愛の輪郭が絶賛配信中です。早速ご登場していただきましょう。皆様大きな拍手でお迎えください。大善寺文子さんです、どうぞ。
近頃食べてばかりで自炊洗濯はなそば孤独ケーキを崩していくのは男の金遣いよ迷子なくすみんな私でも何も隠すものなどありゃしない身にまとってる化粧や偽善は男のためのものよ画面も睨んでるオタクな男じゃ画面の中の私わからないでしょどうぞ騙されてちょうだい何が大事あれしてこれしてにはうんざり私与えることだけにしか興味がわからなくてよごめんなさい言えるお高いメンズじゃ世界に一つだけの花気付けないわどうぞ踏みつぶしてちょうだい何が大事感覚が大事大前寺久美子でございますちょっとどこ見てんのもっと先見てよ快楽主義なの何が大事ロマンが大事大前寺久美子でございますちょっとこの女に悩みがあるなら麻布で踊りなお金持ってるかないかで男の価値がわかるのこんな
私に寄ってくる麻布のバカウンター。山のシルエットが揺れながら私の方へそっと近づく。それはとってもいいこと。お酒大好きかどうかで男の価値がわかるの。ここだけの話が飛び交うアダムのバーカウンター。今日もシルエットが揺れながら私の方へそっと近づく。おいでルーレットが回されてあなたの悩みで決めてあげる。あなたの話で聞いてあげる。そしてシルエットが消えちゃってあなたの本性が生まれたら、次はミモレットを平らげて違う世界へ、ね、連れてって。Yeah.
とうございます。はじめまして、大善寺ふみこでございます。足を止めてくださった方、座って耳を貸していただいくださった方、本当にありがとうございます。今日は初めてここにお邪魔しております。高いところから失礼いたします。飛行機にぶつからないようにライトつけてきました。そう、ちょっと聞いてくれますか。最近、そう、私は素直な心を隠さずに口で伝える、そうやって生きてきたつもりなんです。でもね、二つ最近気づいたんです。隠し事がある、素直に言えない気持ちがある。それはね、この間美容室へ行ったんです。トリートメントしてもらいに行ったんですね。そうすると初めにシャンプーをしてもらいますよね。そう、シャンプー台へ行ってこうやって寝て目隠しされてバシャ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 と、でシャンプーを終えた時に、洗い足りないとこはないですかと言われたんです。私はシャンプーしてもらうのがとっても好きなので、ずっとしてもらいたい気分なんですね。だから、あと10分お願いしますと言いたいところなんですけども、それ言えたことがないんです。素直に言わなきゃいけないですね。それからもう一つ、そのシャンプーを流してもらうとき、流し終わった後、流し足りないとこはないですかと聞かれるんです。正直、寝て目隠しをしているので何も見えませんと言ってしまいそうになるんですけども、はいと言ってしまうんです。それ本当に思ってる気持ちを素直に言えてない証拠ですよね。皆さん、そんな心当たりありませんか。言いたいのに言えない、そんなこと隠さずに生きていきたいですよね。それでは素直に気持ちを書いた曲を聴いてください。 F分の1。もう二度と恋はしない、もう二度とさよならしないの、もう二度と泣いたりしない、もう二度と甘えたりしない、もう二度と自分を見せない、もう二度とキスしてと言わない、言わない、伝えたいの忘れてた言葉。
の手で愛を探り、やっとあなたの形を知る。でもやがてあなたは姿を変えて、すり抜けてくように消えてしまった。冷たい鍵と無責任な愛を残して、あなたは私の愛を上手に使ってほしい。たとえ私が輝くのをやめても、声は届き続ける。あなたが教えてくれて、愛を貫くことを知ったの。あなたと会えて不器用な優しさも愛し抜くことできたから、愛し抜くことできたから。愛の輪郭なぞるように白いピアノを弾いてた。優しい指で奏でるように、そっと心を包んでた。あなたは私の愛を上手に使ってほしい。たとえ私が輝くのをやめても、声は届き続ける。あなたが教えてくれて、愛を貫くことを知ったの。あなたと会えて不器用な優しさを愛し抜くことで、そして愛の輪郭という歌を歌わせていただきました。私は今年1月から12ヶ月連続で配信リリースを行っています。なのでありがとうございます。今の愛の輪郭、もしくは大善寺芙美子と検索していただいてダウンロードできるようになっているので、ぜひ聴いていただけたらと思います。そして明日皆さん、まあ、平日なのでお仕事ですか。でも夜は空いている。ここからすぐ近くの六本木、毛布というところ、ライブハウスなんですけど、六本木の毛布東京というところでハロウィンパーティーをさせていただきます。変装、仮装して
入場してくださった方はドリンクがいっぱい無料になっていますので、ぜひ皆さんも返信して、素敵な返信をして遊びに来ていただけたら嬉しいです。お待ちしております。では短い時間でしたが、聞いてくださった方本当にありがとうございます。最後に1曲お届けして終わりたいと思います。最後皆さん一緒に指を立ててリンリンリリンリンと回していただけたらなと思います。もしも私が一日神様の代役になったら、もしも私が一日神様の代役になったら、アダムとイブが出会ったくだりはアザブに書き換えてしまおう。もしも私が一日神様の代役になったら、運命なんて本当は決まってないとツイッターつぶやこう。でライブされてみていかがでしたか？地上150メートルのステージで歌えるとは思っていなかったので、とても気持ちがいいです、はい、なかなかやることのない、見ることのない景色ですもんね。あと先ほど少しライブのお話などありましたけれども、はい、今後の活動などを教えていただけたら嬉しいです。はい、明日まず六本木で、ライブに出演させていただいて、
11月は23、24とまた連日であるんですけども、ピアノ曲ピアニストを交えて歌ったりと、ちょっと違ったステージが、作ろうと思っているのでぜひお時間あったらおさびに遊びに来ていただけたらなと思います、はい、皆さんぜひそちらにも伺ってみてください。今日は物販などはありますか？はい、はい、そのライブのチケットと、はい、今の曲が入った CD を持ってきているので、はい、声かけていただけたら、はい、この後ステージの右手側で物販ありますので皆さんそちらにも足を運んでみてください。それでは大出美子さん素敵なライブをありがとうございました。皆さん拍手でお送りください。ありがとうございました。はい、大出美子さんの素敵なライブでした。続いてはシンガーのゆかさんのライブをお送りします。これから少し準備をしますので今しばらくお待ちください。